棒状ラーメンは即席麺の一種。棒ラーメンの名称は株式会社マルタイが商標登録しているため他のメーカーは棒状ラーメンと称しているが一般には棒ラーメンの呼び名が浸透している。発祥地の九州を中心に普及してきたが近年は関東など全国にメーカーや販路が拡大している。麺は生地を棒状に伸ばしたものを 熱風で乾燥させて製造する乾燥麺である。油で揚げないためフライ麺より低カロリーである。油で揚げている袋麺、カップラーメンなどと比べてあっさりとした味が多く、縮れ麺とは異なるつるっとした舌触りを持つ。麺の外形はパスタの乾麺のように棒状になっており、縮れ麺が主流の袋麺、カップラーメンとは異なり、再麺ストレートを特徴とする。 コンパクトかつ軽量なため、登山時の蛍光食としても好まれている。1959年から1960年にかけて九州でボーラーメンが相次いで発売された。1959年に三宝食品がミホラーメン、マルタイが即席マルタイラーメンを発売して人気が広がった。1960年には原の製麺の 丸和の飛留即席ラーメンや江崎製麺の福島ラーメン、五木食品のアベックラーメンが続いた。丸太ラーメン、ありがとうございます。